はい、こんにちは、おっさんチャンネル、どうもゆきしです。クリリンです。よろしくお願いします。さあ、今回はね、お悩み相談じゃないんですけど、はい、僕がですね、おすすめの本を紹介しようと思い立ちました。いいですね、昨日の動画見ました？昨日の動画、あれでね、本の読み方をね、紹介したんで、はい、なのでですね、それをまあ実践するね、まああれを取りながら、あ、この本紹介したいなってちょっと思ってたんですよ。その本がこちらデスゾーンっていうね、こういう本なんですけど、これね、出たばっかりなんですよ。こちら出版がですね、2020年11月30日、うん、まあ、結構最近書店に行くと置いてますよね。はい、もう今最近出たばっかりの、うん、こちらデスゾーンっていう本なんですが、こちらですね、栗木信一さんというね方について書かれた本なんですけど、皆さん栗木さん知ってますかね、うん、栗木さんってご存知ですか？存じ上げてます。この登山家の方でですね、うん、このエベレスト、栗木信一のエベレスト劇場っていうサブタイトルがついてるんですけど、あの登山家の方で、あのお亡くなりになってしまった方なんですね、うんうん、まあ、事故があって、うん、で、まあ、そういったところで、まあ、この栗木さんがどういうメンタリティだったのかとか、どういう状況でその登山をこうやってきたのかみたいなものを、その栗木さんをずっと取材をしていた方が最近書いたものなわけなんですよ。で、これがですね、ノンフィクション大賞、ね、ノンフィクション賞か、をこう受賞したりとかですね、もう非常にこう、もうほら、こうめっちゃ推薦文が書かれてたりとかですね、うん、まあこういろいろね、あの、まあ、栗木さんもね、僕個人的にもまあいろいろいろんなところでご一緒したりとかしてたんで、まあこうやって読んでみたんですけど、まあこの本はね、面白いというか、うん、まあ、シンプルに面白いって言うとあれなんですけど、なんかね、本当に示唆に富むというか、うん、ものすごい本だなと思ったのでね、ぜひちょっとね紹介したいなと思いました。デスゾーンってなんだかわかります？稲妻イレブンの必殺シュートじゃないんですよ、デスゾーン。デスゾーンって何でしたっけ？デスゾーンってこれ一般用語なんですよ、造語じゃなくて、あのエレベス、エベレストとかで、あの上の方に行くと、もう空気の酸素の濃度が3分の1とかしかないんですよ、ね、だからもう、あの常にその臨死というか、うん、死と隣り合わせるような、そうそうそう、もう空気が、空気、ね、そう、酸素が3分の1しかないから、うんうんうん、もうそこのところはもう本当死に本当に近いし、うんうん、その生物がほぼいないっていうデスゾーンっていう、まあそういう領域のことですね、うんうん、っていうのがまあデスゾーンってやつで、まあ栗木さんっていうのは無酸素登頂って言って、うんうん、あのボンベを背負わずに、そう、背負わずに行くっていうのを結構売りにしてた登山家の方だったんですね、うん、まあそれでデスゾーンってことなんですけど、これね、実は結構内容を説明しすぎるとちょっとあれなんで、あのネタバレを嫌な方はですね、ここで切っていただきたい。これ結構過激なネタバレするんで、この動画は。あ、そうなんですか。はい、あのこれから読みたいって方はですね、ここで切るのがいいかもしれません。それほどね、やっぱり初見で読んでいただくとこれは面白いです。本当にこの一冊読み終わった時にはーってなりますよ。もうね、すごい、もう人がたくさんいるこのシードハウスの中で、ゆうきちゃん涙流しましたからね、最後のところで、最後の一文で涙流すんですよ、もう本当に。あとでその一文紹介しますけど。で、あ、クリーン聞きたくないですかこれ。いいですよ。読む予定あります。いいですよ。これね、めちゃくちゃ面白い。で、まあネタバレをね、こう合わせて、まああのネタバレ聞いてから読んでもめちゃくちゃ楽しいいう感じにするので、もう完全にネタバレが嫌な方はここで切っていただく。で、あの聞いていただいても全然すごい楽しいと思います。なのでクリリンは楽しく読めます。でですね、このデスゾーンってその結局そのエベレストとかにある領域の話なんですが、これがですね、現代の SNS に例えられてるんですよ。つまりこの栗木さんっていうのは結構何があの斬新だったかっていうと、あのライブ中継とか ねされてましたよね。そうそうそう、うんうん、もうそれこそ本当にこうキリマンジャロとか、うんうん、もうエベレストみたいなところにこうもう中継機材を持ち込んで、うんうん、そこでもう自分が本当に死に瀕しているというか、もうどれだけね、すごいいろんなことをね、この頑張りながらこう登っているかみたいなのをこうリアルタイムで中継したりとか、うんうん、要は SNS でどうバズるかっていうのがものすごく追求された人だったわけなんですよ、うんうんうん、で、そこがもうあのいわゆるオーバーラップされてるんですね。つまりこの山に登るっていうところがいわゆるSNS で、つまり我々 YouTuber みたいなのが SNS でバズるっていうこととすごいこうオーバーラップしてくるんですよ。ああ、なるほどね。うん、そう。
つまり SNS っていう山にも彼は登ってたっていう話なんですね。こういろんな人がその SNS でこの栗木さんを応援したりとか叩いたりとかしてどんどん炎上したりとかすると、どんどん彼はそういったものを欲しくてどん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 その高い山に登るようになっていく。で、YouTuber なんかもそれこそ炎上 YouTuber みたいなのはどん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 再生数が欲しくて過激なことやったりとか、どん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 山に登る、高い山がどんどん高くなっていくわけじゃないですか。これのね、現代の我々がどういうふうに SNS と付き合っていくべきなのか、どこにデスゾーンがあるのかっていう話になっていくんですよ。これね、面白いな。ものすごい資産に富む話で、今の芸能人が自殺してしまったりとか、リアリティショーの問題とかあるじゃないですか。リアリティショーっていうのはこうインターネットとかでやられている、それこそ婚活バラエティとか、その人の人生、いわゆる本当に何かを役を演じてるんじゃなくて、その人の人生をこうショーにするっていうリアリティショーで、結構そこの中から自殺者が出てしまったりとかしているわけなんですよね。そういった問題っていうのはどこにあるのかっていうところの解の一つになってる、と僕は感じているわけですし、この辺にもそういうふうにこう書いてあるんですね。で、このデスゾーンっていう、もうすごいこう示唆的だなって思うのは、いわゆるエベレストとかも高い山に登ろうとすればするほど、その山の一番頂上を当然目指すわけなんですけど、その目指している頂上の部分っていうのはデスゾーンなんですよ。なので我々っていうのはその SNS でこう過激にやればやるほど、どん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 その死の象徴みたいなところに登ってってんじゃないかっていう話なんですね。このね、デスゾーンの定義っていうのが、この話を読むにあたって栗木さんのそのこの人生をですね、考える上で2点3点してくるんですね。今の話っていうのは結構最初の段階のデスゾーンの話で、一体その人に、我々 SNS 時代の我々にとって本当の意味でのデスゾーンはどこにあるのかっていう探求の話なんですよ、これって。読みたくなってくるでしょ。面白いですね。そう、それをこの栗木さんの一番近くで、どういう、それこそね、その本当は自分、この栗木さんを殺してしまったのは自分かもしれないみたいな告白とかもあるんですよ。これは何でかというと、その生放送、生中継とかを進めたのはこの筆者なんですね。そう、だから SNS に対してものすごくもういいねが欲しくてっていうね、ところに対してもうどん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 はまり、彼がはまり込んでいくプロセスっていうのが自分のせいなんじゃないかっていうふうにも感じて、自責の念でもあるわけですよ。これはね、本当本当にね、ハマり込みます、本当にこの文章は。僕、これ届いて、結構厚い本なんですけど、もうね、2日間ぐらいで読みました。もう、たまんなくて。これを読むために、わざわざここまで来ましたからね、自宅から。僕、子供部屋おじさんしてるんですけど、わざわざね、ここまで、車で来て読みました。もう続きは気になっちゃって。ですね。ほら、だってさ、1日目読んだところに、しおりが挟んであって、その後に2日目読んだんだけど、ほら、こんなんですよ。1日目読んだところ、ここ、ほら。で、2日目、もう一気に読んじゃったみたいな。すごい、それだけハマり込んでね、読んだんですけど。で、こっから過激なネタバレするのでですね、ネタバレ対比第2弾ということですね、今の説明でちょっと読みたいな、もうすぐちょっとポチっちゃったっていう方はですね、ここで動画切ってください。残念ながら。この後ね、もっと面白いこと言うんで。はい、読み終わったでしょうか。そう、その話ですよ。今ね、帰ってきた方はね、あれやろなって思ってると思うんですけど、これね、すごいね、どうでもいい文章があるんですよ。どうでもいい文章。そう、これ一番最後のところにね、ここにこの文章ですよ。彼は酸素を吸った。まあ当たり前じゃないですか、僕は今酸素を吸ってますからね。彼は酸素を吸ったっていう、こういうちょっと太字で書かれた文章があるんですけど、これ今我々が見てもね、ああそうかって思うだけなんですけど、この本をね、最初からずーっと読んで、栗木さんと一緒に人生をずーっと試して、何個もの山に登って、最後の最後でこの一文見た時に、もう文章がこう目に飛び込んできた時に、もうブワーって泣くんで、すごいすごい文章です、これは。本当に、いや、ってなりますよ、これ。本当に
もうすごい、これはね本当にもう最後のね、これエピローグの部分にあるんですよ。だから僕正直なところこれ言うかどうかすっごい迷ったんですけど、言った方が良くて、最後のところ読み飛ばしちゃう方結構いると思うんですね。もう最後の方で栗木さんが亡くなった時ぐらいで多分離脱者が結構多いと思うんですよ。これね、この最後のこの瞬間、ここまで読んでほしいんですよ。この最後の、うん、最後の最後の一番最後のところなんですよね、うん、ここがピークなんで、うん、はい、もう後書きのすぐ直前、うん、本当にもうね、あの一文に込められたね、うん、どんだけっていうね、うん、本当に僕もリアルに泣きましたからね、うん、そんな我々ってこんな怖いものと毎日触れ合ってるんだって思います、うん、マジで、うん、すごい。これはね、僕はノンフィクションだなと思いますし、名作だなと思うんで、うん、はい、クリーンももしよかったらありがとうございます、ぜひ借りてってもいいですよ。あ、本当です結構太いんですけどね、うん、まあこれはね本当にかなりインパクトのあるというか、読み終えたらね本当にいろんなことが学べますよ。うん、結構ね字も太いんですけど字も大きくて、うん、もうあの1日2日で読める人だったら全然読めるし、うん、結構あの頑張る状態でも1日1章ぐらいで読み進めれば1週間ぐらいで読めますんでね、こういう本でございます、うん、どうすか今聞いて読み始めちゃいましたいやけど面白いですよね、うん、うん、いやこれは本当に面白い、こんなに面白い本に久しぶりに出会ったなっていうぐらい面白い本、うんうんうん、なんかなかなかねこういう迫り方をするノンフィクションの本って、うん、やっぱりなかなかねないですよね、うん、直接その人生を追いながらその裏のねテーマみたいなものを追っていくっていうのは、うん、いや本当にいやあまりにメタファーっていうか構図がうまくできすぎてるんですよね、うん、本当に、うん、だリアリティショーが人の命を奪うとはこういうことなのかってかん、まあ、分からないですよ。それが正しいことかどうかは全然分からないんですけど、うん、仮説の一つとしてこんなものと毎日触れ合ってるんだっていう怖さがはっきり分かります。本当に SNS の怖さ、うん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 、それに触れるために我々が安全を確保するためにどうしたらいいのかっていうすごい学びもね多分得られると思います、うん、何を大事にするべきかとか、そういうね、あんまり言っちゃうと内容があれなんですけど、でも本当にねここで語れるぐらいのものでもないんですよ。本当にこれはノンフィクションなので、その栗木さんがどういう状態でどういうふうにこう挑んでいったのかっていうことが淡々と書かれているので、うん、別にその思想的な話は実はほとんどないんですよ、うん、そこから読み取れるものが多いというだけで、だからいろんな人が見ると全然違うふうに多分見えると思うんですよね。うん、これはねなかなか面白い本でした。今出たばっかりなのでね、結構本屋にも並んでると思うんで、うんうん、もし見かけたら買ってみてもいいかもしれません。うん、なんかありますか、もう読んでますけど。いやこういうなんか骨太のというかね、うん、いや本はけどいいですねやっぱりね。いやこれは本当に本っていう媒体の凄さ、うん、Kindle じゃこうはいかないんだろうなっていう感じのね、うん、あの読書体験でした僕は、うんうん、一緒に本当にね山に登ってる感じになりますし、なんかね山に登りたくなるっていうか、うんうん、そういう感じもありますね。なるほどな、うん、うん、ちゃんと読んでみます。ぜひぜひ。いやこんな感じでね、あの諭吉のおすすめ文庫のコーナーでした、はい、こういう感じでねいろんなコーナーやっていきたいと思いますので、はい、ぜひコメント等でリクエスト等お待ちしております。というわけで、はい、おっさんチャンネルでした。さようなら。突然のスコール。
昔はなかったよね。海岸は洗い流され、皆は青に染まる。